はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。ということで、マイボトルって持っていますか、皆さん。マイボトルっていうのは、お酒のマイボトルじゃなくて、なんだっけ、会社に行くときの、その、水筒とかに、水筒ですね、要は。に、まあ、お茶だったりとか、自分が、まあ、飲んでる水足しのお茶だったりとか、あったかいお茶とかね、入れて、まあ、持っていく人が多いと思いますけど、皆さん持ってますか？私ね、持ってないですね。まあ、ほぼほぼその家の中にいるんで、あのマイボトルがまあ必要ないっちゃ必要ないんですよ。うん。まあもちろんね、その出かけるときに、遠出するときにそれ必要じゃんって言われたら必要なんですけど、うん。その大体500ぐらいですよね。500とか300ぐらいで。だけどさ、その、まあ、出先で、まあ、そのお茶、飲んでいるお茶がなくなる場合ってあるじゃないですか。で、その時ってさ、その市販のお茶とかを入れてますか？買って。それがね、ちょっと不思議というか、へーって。だからね、500ぐらいで、もう、私は、足りないんすよ。いつも遠出するときね。だいたいもう、だいたい1リットルぐらいは飲んでたりとかするんで、気がついたらね。だからね、500とか、だと、まあ、買った方がいいかな。うん。なんか話がね、ちょっとずれちゃいましたけど、多分入れ替えてんのかな。で、やっぱさ、潔癖の人っていうかさ、気になる人はさ、元のお茶、まあ、自分の家から持って行ったお茶と、まあ、コンビニとか、ね、スーパーとかで売っているお茶を入れ替えるときに、ちょっと味がこ、ね、混ざって、混ざったら嫌じゃないですか。ちょっとそういうのが気になる人がね、やっぱ気になると思うので、結局は我慢してるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。入れ替えてますか？そういう時って。結局、マイボトルで節約とか言いながらも、結局さ、その200円ぐらいで買ってんやんっていう感じなんだけど、うん。で、しかもその、で、しかも、その、ペットボトルをさ、コンビニとかで捨ててるやんって。そういう意味での節約とか、物を捨てないようにするとか言いながらも、結局そうなのかよってなっちゃうから、それだったらまあもともと買った方がいいやって、うん、思っちゃうねって思うんですけど、私だけでしょうかね。まあまあマイボトルっていうのも買った方がいいんだろうけどね。本当はね。皆さんどうでしょうか？持ってますでしょうか？もしね、よろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。